はい、エータ。あ、じゃあのね、ダイヤの力で手に入れましたよ。爆走サタン。いいね、持ってるね。1週間限定で仮染め。仮染めサタン。これ一応ね、あの無料で買えるっていう感じなんですけど、うん、無料じゃないけどな、まあ、ダイヤ使ってダイヤ4000ぐらい4800ぐらいで、まあ、1週間エンタルできるということで、うん、まあ、早速爆走サタンちょっとね使っていこうかなと思います。えい。さて、とりあえずバイクを探しましょう。2台ですね。僕高岸持ってるからそれと比較もしたいのと、そうね、あと普通にまず爆走サタン乗ってみたい。あのどうする、すげえ勢いで高岸がさ爆走サタンに離されてったら俺は覚悟してるよ。高岸イズナンバーワンだと信じてここまで来たのによ。頼むぞ爆走サタン。マジで怖いわ。あったあった、1台目。さあ乗らせていただきますか、ビッグスクーター。ちょちょちょ、お前か、武器ないよ、武器ないよ、武器ないよ、さすがにそんな、こんなとこおるん。逃げろ逃げろ。武器拾った、大丈夫、なんもない。どこに、どこだ、マンションだよね、どうせマンションだと思う。答えまこう、ボタン、いいな。スモーク焚いて移動しよう。どこに、どこに焚くの。あの、マンション上にまだいるから。あ、いるわ、焚くよ。あ、てか、抜けそう、これ、ワンちゃん。なんであそこのマンションにいいね。めっちゃ遠く流します、スモーク。おお、手榴弾。俺、あっちにいる、あっちにいるぞ、あっちにいるぞ、俺は。スモーク焚いた？うん、ナイスナイス。 あっちにいた、いた、めっちゃあっち見てるわ、多分。あ、こっち見てるわ、もう。そうかい、あれかあれか。あ、いったいったいった、行こう行こう行こう、逃げよう、逃げる。いや、いやりくやりくもいいよ。待って、あの一人じゃなかったわ。あ、嘘、どこにいた、あれか、これは死ぬか。ギリギリ来た、勘弁してくれよ、勘弁してくれよ、貧民なんじゃこっちは。あれ、降りたふりしたの持ってきただけ、あれじゃない？わかんない、だって無事でしょ。行こうぜ、うん、ちゃっちゃと、うん、ビッグスクーター乗らないと、全然ない。え、嘘でしょ、何にも持ってない、終わり。うん、とりあえず高岸に帰るよ。 OK、 変えてくれ、変えてくれ、かっこいいね。乗ってから左で帰れるはずだから。はい、来ました、はい、来ました。どうすか、あ、静か、静かだ。は、加速速くね。は、はい、え、速いっぽいな。え、待って、気のせいか。いやでも、いや、なんか速い気がする。まだもう一台手に入れればわかるから、これ変えようか今。うん、高村さんに。速い、速いわ、明らか速いわ。そうか、変わんなくね。全然違う、加速は変わんない気にしたけどな。バイクバイク、待って、初速でしょ、初速。あった、右、あるよ、バイク右あった、オッケー、240。いや、これ高村が強いっしょ。ほんと？うん、来た来た来た、初戦はそんなもんですか。さあ、じゃああっちちょっと並ぼう、エリア入りながら。オッケー、そうっすか、よかった。俺なんかこっちの方が早い気するわ。ほんと？なんかこれ匂ってるよ、俺。いくよ、位置について、よーい、ドン。加速なしね、加速なしね。オッケーオッケーオッケー。ほら、いや、俺の画面で俺の方が早いよ。え、嘘、俺の画面俺の方が早いけど。マジ、よーい、ドン。加速なしね、加速なしね。オッケーオッケーオッケー。ほら、いや、俺の画面で俺の方が早いよ。え、嘘、俺の画面俺の方が早いけど。マジ、どんどん離れてってるよ。やべ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 、あ、俺の方が早いよこれ、明らか早いよ。今何キロ。本当に107。俺105だ。あー、来た、まあ、悲しい。マジで？うわ、ほんとだ、離されてく。うわぁ、ちょ、加速しない？一斉ので行くわ。うん、一斉ので離されてくわ。全然離れるわ。うん、108。お、110。マジ、明確にこっちの方が速いんだ。マジか。あ、でもほら、クラクションこっちの方がかっこいい、ほら。おう、鳴らしてみ。嬉しいか、本当に嬉しいか、それは言うてみろ。まあでも2キロの差だったら別によくね、正直。よ、いいのかな、速さ中ですか、速さ中。いやいやいや、
速さは正義って習わなかった？マジか、俺こっちのが速いの信じてた。でもなんかこの青のポチダセーぞ、見てみ。ほらこれだ、これ弱点だね、明らかに弱点だわ。さあ変えて、ビッグスクーター、マジか、性能一緒かと思ったわ。あーでもなんかコーナリング性能変わんねえ、単純にマジで、うん、2キロ速い。うざいわ、マジか。うわ、性能差出ちゃったか。いたもんだって昔さ、テニサーのやつらはさ、みんなビッグスク乗るんだ、性能がいいから。そう、あとなんか女の子後ろに乗っけやすいからっつってみんなビッグスク乗ってて。うわやっぱ、でも陰キャ集団の軽音楽部はやっぱネイキッドっしょ、アメリカンっしょっつっていろいろなんか買うんだけど、誰も後ろ乗れねえだろ、メタラーしかいねえからさ。男しか乗ってねえんだよ。あ、これなんか俺、死んだわ。ほら、爆走されたんじゃん、これか。あ、エサいねえ。わし、死んだ。マジかよ。爆走されたんだ。爆走されたん乗る。爆走されたん乗れなくなったじゃん。俺、車乗ってるだけで死んだわ。悲しい。まあ。いや、最後は高岸の力を。そうだね。こっからはやっぱあの、そんなに強くないよっていうことを見せたい。あの高岸宣伝動画、うん、爆走サタン解約した方がいいよ動画。結局やんけ、ここがいいよ高村っていう動画を出すわ。音、音はかっこいいの、確かに。音以外のやつを見つけたいよ。確かに。終わった。あ、で、いるよいるよ、いるね、キューラ武器弱いなぁ。僕ね、結構傷ついてるよね。うん、てい、てい、いけっか。どこや、ここの裏でしょ。いる、見えんな。あれ、怖っ。え、いないのかな。いた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 、いた。いや、わかんない。え、え、あ、あれ、あいつどこ行った。消えた。え、怖っ。神隠し、無理無理無理、神隠しじゃ。無理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 、呪いだこれ。そっちじゃないんじゃない、もう。ここじゃないのか。もういいよ、じゃあ逃げよう。見てなかった。見えんかったな、全然。うん、普通に走ってったのかな、家に。かもね、見えんな。賢明だね、頭がいい。さっきの物資漁りたいね。確かに。まあ別にいいや、俺はもう MP5 と爆走サタンと生きていこうかな。青のポチダサいな。青のポチダサい、これはね、うん、明確な弱点。明確な弱点です、それが。負けに遠吠えしてるな。いや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 、ダサいダサい、超大事っしょ。青のポチダサいよな、わかる、超わかる。ほら、青ポチ見て、その点フォルムよ。フォルムはね、半端ない、半端ないよね、高岸マジで。そこだけというか、もうそこだけ押してこう。まあでも一応あの検証結果としては、うん、爆走サタンが強いでした。最終。はあ、証明してほしい、こっから高岸だったから勝てたって。これでドン勝ちしたら一応高岸の方が強いってことでいいかな。いいよいいよ、オッケー、高岸で勝ったんだから。と最後はあの1-1で爆走サタンがブーン来て引かれて終わったら。てか当たり判定も結構強そうじゃね。細いじゃんこれ、爆走サタンさ、太いからさ引きやすそう、敵じゃあ強いじゃん。でもデメリもあるでしょ、あの相手に当たりやすいっていう。だ、あと青のポチを打たれたら即爆発、多分。ナイス、なんか逆ウルトラマンみたいな。あれ起爆装置だから。あ、そうなんだ、俺は信じてる。爆走サタンガガいなくなっちゃったからな。まあでも本当になんか操作性自体は変わんなそうだけどね。ね、うわ、どうした、いた。いや、ガソリン切れた。マジかよ、弱えな、やっぱ。いや、やめろ。あとビッグスクーターだからオートマなんじゃない、あれ。あとあの後ろのよく乗るじゃん、乗ってんじゃん俺、うん、乗り心地がいい。え、違う、全然違う。マジかよ、うん、そんなんあんのかよ。長距離でもいける、爆走サタンきつかったね、やっぱり。だからさっきやられたんだよ。それ普通に乗った心地じゃん。いや、さっきだから俺やられちゃったじゃん、車乗ってて、うん、
あれが高岸なら逆にやってた。なるほどね、一理ありそうだな。一理ありそうかな。いや銃声変わりすぎて何の音か分からん、マジで。いたいた。運ゲーショット見えねえ。まあいっか、いいな。どこ惜しい。動くんじゃねえ。当たった。よいしょ。はっ、3ヘル、3ヘルだね。2ヘルじゃない、あれ。3だと思うよ。嘘。あ、3だ。頭当たったやん。おお、よし。いや、ダメだ。まあいっか、あそこでも死んだっしょ、たぶん。あれ無理だね。うん。さて、バイクなくなっちゃったな。バイク欲しいな、せめて。せめて心中したいね、高村と。うん、なんか顔落ちてね、気のせいか。落ちてねえわ、全く落ちてねえ。なんかね、エフェクトだけ落ちるようになった気する、俺、弾の。あー、そんなんあんのかな。これは何の音だ、わかんないんだよね。 M27 M27、それ何、缶。じゃあ今左腕だから切る。あ、そうなんだ。うん、の可能性が高い。マジちょっとわかんないんだよな、この弾だけ落ちてるのわかる。ほら、わ、俺から見えないんだよね。そっか、すげえ弾だけ、うん、めっちゃ、俺あった缶多分10発しかねえじゃねえか。何やったの、死ぬぞ。弾だけ落ちてんだよ。でもあの実際に当たり判定は変わってないっぽいんで、エフェクトだけ変わったっぽいんですよね。最近結構ちょっと前に違和感感じてて、うん、そんな仕様変化なんだ。多分最近だと思うよ。鼻血が出た時さ、うん、どうする。俺決まってんだ。え、鼻血が出た時。鼻血が出た時上向くんじゃないの。いや俺は洗面台に行ってフッって全部出して。マジ、ね、勇敢だね。バキで学んだ。え、バキでプッてやって全部出てかっこよかったからあれやってる。そうなんだ。止まるまでそれやる。いや、それもなんかえぐいな。俺や、嫌かも。だってさ、うん、すぐ止めたいじゃん。まあね。しかも家出なきゃいけなかったから。そうか、これみんなもやってみてよ。ふんって。それやったらもうすぐ止まんの。結構早いよ、全部出し切るの。あ、そうなんだ。もしかしたらなんかあの医者の人がコメントでマジでそれやめた方がいいとか、どうしよう。いやいや、ありそうだよね、実際ね。で俺はバキで学んだから。バキが言ってんだったらバキが悪いからな、最悪。別に言ってないしな。ほら見て、ほら、あ、ほら見た、今のウィリーしたよ。できっか、ビクスクに。できるんじゃないかな。絶対できないと思うけどな。もうなんか無理やりだもんな。チキショ。いやでも高岸ね、かっこいいとこ出たな。確かに今のは間違いなくかっこいいとこだよね。すがってんな、高岸娘。あいつの彼女も高岸娘。なんだっけそれ、大塚娘でした、ね、そうだ。待って、エグい子だったよ。すんげえ左にいたからな、どうしようかな。高岸なら、どこでしょ。そうだね。出て出て。これはね、突入、あ、マジかよ。突入はしたくないんです。そうそうだな。やったか、やったな、二人いたわ。おお、なんかいたな。え、二人やった。二人いった。やったぜ。シルダン強えな。まだいるかな、いないか。ブッシュは揃ったね。あと9人。弾だね、あと弾が欲しい。頑張れよ。俺はバイクに乗って死んでお茶の試合見るだけだ。あそこにバイクを置いてる理由わかる。何、あれ人に見えんだよ。ああ、高岸のいいところはね、こうやって人に見せることで音にできる。ノーマルバイクもそうならね。で、逆に言ったらバックソサードはなんない可能性ある。なんない可能性あるでしょ、あのポチのせいで。だからなんやねんって話なんだけど。それはデメリットとして提唱するか、無理やり。いや、むしろバレないからいいんじゃない。俺でもさ、あのバイクの横で座ってても多分ね、うん、バイクの方打たれると思う。いやいや、ありえるな、それマジで。あっちゅうと、あっちゅうとっつって。よし、ピンクは、どっからだ。ん、西。西か。バルでしょ。バル、バルバル。あ、いた。あれ、いるいる、ずっと葉っぱ式かな。いやね、バルの人どこ見えへんのやな。あんまここ強くないね。
なんか言ってるような気した。エリア。エリア縮まるね。オッケー。バルト？あとそこの家のやつと？家のやつは出てくるでしょもう。もう出てきた。右行った。右行ったか。うん。下いますか。あ、いたいた。どこ？あ、さっき下あった方向。はいはいはい。ただこっちのバル屋なんだよな。どこいる？そっち足だよ。終わった。後ろのバル超怖いわ。言うてバルっすよ、お茶さん。いや、言うてもバルか。まあ、そうだよね。本当にバルなんだよな、ただの。開いた。それだね。惜しい。はい。違ったわ。はい、というわけで、とりあえず爆走されたのが早い。なんでのは間違いない。ちょっと、高木チームのが強い情報お待ちしてます。まあ、ただね、最近の乗り物なんか俺的にはそんな変わんないかなと思うんで、うんうん、まあ気にせずっていうところは実際ある。いや、これマジで。ちょっと顔引きつってる。いや、引きつってない。それでは最後まで。